さっきより音がでかい。今日はね、この後ろにありますフェンダーショップフェンダーショップですね。この自販機のね、専門のドライブインみたいな感じで、こちらね、自販機のうどん屋さんがあるんですよね。まあ、隣もうどん屋さんなんですけどね、今日行こうとしたら閉まってた、うん、でもここのね、うどんの機械でちょっと特殊で、はいはい、なんか隣のうどん屋さんの麺とか、はい、そういうのを使って出してる、はい、あ一緒なんですよね。手打ちの。そうそう、中で出してるおうどんを入れて。ここはもう長いんですよ。ここはもう30年くらい。30年。なんかその時、ここを始めた時にそこの自販機と、まあ中がうどんしてるから。じゃああの自販機も30年ぐらいっていう。そうです、そうです。すごいですね。おお、これですね。これずらーっとね、天ぷらうどん、きつねうどんね、あとはもうこのいろいろありますけど、いろんな食べ物がね。で、なんかこのマニワの情報とかね、勝山癖とか、ヒルゼンとか北欧とか、なんかね、いろいろ。あ、でもこれすごい懐かしの自販機、ウェブサイト懐かし自販機、当店の情報が記載されてます。あ、昔はこんなのあったんですか。味噌汁とか、その中の自販機の一つがこれだという。でも、もうなかなかね、これも少ないというか。あったかい、これ電気じゃないですよね。うん、違うね。あったかい、すごいな、そんなもんしない。何時までやってるのかちょっとわかんないけど、今日はこれちょっとね、食べましょう。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。昔ながらの、大丈夫かな。ちょっと怖いですよね。で、これで天ぷらなんでしょ。ねえ、これは300円。
ですよね、なかなか見ないですよ、ね、昔は昭和の50年代ボタンが出した。最高これ。あ、出ます9番した。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。昔ながらのうどんということで、ね、いやすっごいうまかったです。あれ自販機なのかっていうレベルで、ね、はい、横がうどん屋だけのことはあります。はい、なんか結構ねテレビ出たとかいう話をね聞いて、いろんな人が来てますけどね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。